白鳥古墳は山口県熊毛郡平尾町佐賀にある古墳。形状は前方公園墳。山口県指定史跡に指定され、出土品は山口県指定有形文化財に指定されている。山口県では最大規模の古墳で5世紀前半頃の築造と推定される。墳球場に鎮座する白鳥神社山口県東部で平尾町の中央部。 室津半島西岸の小丘陵の先端部に築造された大型前方公園墳である。現在は公園部の中央には白鳥神社が鎮座し、その造営の際に墳丘が掘り取られている。墳形は前方五円形で前方部を北北西方に向ける。墳丘は三段築成。墳丘長は120メートルを測り、セット内地方西部では最大規模になる。 墳丘表面では、吹石のほか、埴庭片が検出されている。また、墳丘周囲には、集合及び賠償が認められる。主体部の埋葬施設は、縦穴式石室であったとされ、江戸時代の白鳥神社再建時に、石室内の石筆から多くの副葬品が出土したといい、それらは現在に伝承される。 この白鳥古墳は古墳時代中期の5世紀前半頃の築造と推定される。被葬者は明らかでないが、瀬戸内海西部に勢力を持った豪族の主長母と想定される。周辺では本古墳の他にも、柳井茶臼山古墳やアタデン古墳、上花山古墳などの築造が知られる。古墳域は1971年に賠長、集合とともに、 山口県指定史跡に指定され、出土品は1981年に山口県指定有形文化財に指定されている。古墳の規模は次の通り。墳丘周囲に巡らされた集合は、幅20.8メートル、深さ2.1メートルを測る。白鳥古墳出土品画像中の埴輪編以外は、複製品。平尾町歴史民族資料館展示。出土品について、 中心案によれば、関延元年に、白鳥神社社殿が欧風で大破し、その再建の際に、社殿跡地を掘ると、多くの遺物が出土したという。それらは、白鳥神社の社法とされ現在に伝わっている。出土品は次の通り。これらは、白鳥古墳出土品として一括して、山口県指定有形文化財に指定されている。倍長倍上としては、 公園部の南西約18メートルに一基が存在する。長軸約24メートル、短軸約14メートルの長方形状で、高さは約2.3メートル。内部は未調査であり明らかでない。なお、倍長ではなく、白鳥古墳の周包帯の一部と見る説もある。所在地交通アクセス関連施設、周辺注釈出店。ありがとうございます。